おはようございます。勝又です。これ月、そして時刻は4時半、朝でカラスも鳴いております。マクドナルドへ行きましょう。もうめっちゃ明るくなってきた。もうあとちょっとで5時なので、24時間オープンのお店だと5時から販売だそうです。まあ今日は初日なんでね、もう今日以外は全部在庫があり次第ってことになりますけど、誰も待ってなさそうだね。さあ、その前にお知らせです。アプリを使いましょう。アプリを使うと、今もうちょっとこれ4時59分までって書いてあるんですけど、大体でもね、必ず毎回ハッピーセットクーポンありますので、めちゃめちゃ安いです。100円ぐらい安くなる。ぜひこれは活用してください。すげえ。ちょっと全部は買えなかったんで、とりあえずこんな感じっていうことで。これめっちゃいいよね、ポケモンヨーヨー釣り。輪投げもめっちゃいいと思う。まあ、すくポケお祭りポケモンすくいもなかなかいいけど、全部いいと思う。今回遊べるし、うちわもねなかなか良さそう。ほんと全部いい。お、朝やん、マック朝やんけ。もうマクドナルド朝になってるやんけ。ビッグモーターの前枯れてるし、ほんとに伐採されてるしきもうマジで朝やんけ。もうめちゃめちゃ長いわ。あのね、なんかメニューが朝5時の瞬間に切り替わるから、で、しかも今日は、しかもポケモンのハッピーセット始まる日だから、もうなんか、それですごいゴタゴタしてて、みんな。ドライブスルーの方とかも多分メニュー変わると思うんだけど、すっげえゴタゴタしてて、なんか、ここ名古屋だからさ、モーニングの人がいるからさ、モーニング文化って言って、みんな喫茶店とか朝コーヒー飲んだり、パン食べたり、なんかいろいろする文化があるから、そういう人たちもいて、とりあえず、見た目でよくわかるわ。これモンスターボール教訓ですね。まあ確実に。と、こっちが、あ、やった。これは多分、なんか台みたいなのがあるから、開けますけど、家で。子供に開けさせます。まあでもこれ裏にね、重さ書いてあって何かってわかるんだよね。ここに重さが書いてあるから、物によって違うからね。これ多分輪投げというか、あの釣りだと思う。まあこの2つが欲しかったから、まあ、これは OK と。で、持ち帰りだとこのパックね、持ち帰りっていうか、持ち帰りじゃなくてアップル選ぶとこの紙パックなんで、これにしました。でだ、今駐車場誰もいないから、駐車場で、じゃん、これよ、これ。ピカチュウめっちゃ今回可愛い。で、そう、お話を聞いたところ、10個段ボールでケースであるみたいで、このお店は。で、結構他のお店も多分いっぱいあるっていうことなので、そうそうなくならないみたいです。なくなってたらもう相当買い占められたか、相当人気の店舗と考えてください。さあ、1個目、じゃん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 じゃーん、マスカーニャー。マスカーニャ、マック特有のこの赤いタグですね。次、じゃん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 じゃーん、ピカチュウ出ない。マジ、また買わなきゃじゃんと思っちゃうんだけど、どうしよう。ミライドンとコライドンも出なかった。このピカチュウが一番可愛かったんだけどな。もう食えねえよ、マックということで、まあやりましょう。さあ、9時になりましたので、目指してやりましょう。あ、そういえばエリアを選んでね。あ、選んだエリア、今日はね、何もないので全部東京に置いてきちゃってるので。そういえばレガシータグなんか結構いいやつもらえるよね、今回ね。
まあ相手は誰でもいいです。コースが野生さ、サポートポケモンチケットを持っていたらレーンにペグをセットしてね。もう一個ね、あいつがいればよかったんだけどね。スペシャル弱っ、106点。スペシャルレーンバルバリコール、校長が強いじゃんバリコールのが強いやん。まあは早速、あ、 M って書いてある。今速攻であれしちゃったけど、よっしゃ。え、何もなんない、まさか。え、必ず急所、もしかしてそういうこと。え、技がそういう技なのかな、トリックフラワーって。どうなんだろう。え、出さないけどさ、マジそういうこと。まあ、次も使ってみれば分かるよね。相手のポケモンが攻撃してきそうだ。行くよ。ほら M って書いてある。しかも35だとなかなか強いね。今日うまいな。間に合うか。間に合わなさそう。間に合った。あ、違う、必ず急所じゃない。まあ、次もでも使ってみれば分かるね、こっちのマスカーニャ。技がそういう技なのかもしれない。まあ、たまたま全部急所入った可能性の方がでかいけど、でもやっぱ弱いね。あ、あ、そういうこと。よかった、遅くて今。え、ミラクルじゃない、片手なのにすごい弱いんだけど相手。どういうこと。え、なになに、何もなってなくない。あ、20になっちゃった。やりやすい先行になるってこと、もしかして。え、やっぱこれ技が急所になるんだね、必ず。マスカーニャのめっちゃいいじゃん。でも全然弱いね、ポケーネ低いから。うわ、他のやつもどうなのか気になるけどな。マック大量に食えねえからな。うわ、ほら、やっぱ弱い、めっちゃ食らう。いや、でも分かりましたね、どういうことか。ミラクル遅い時に必ず反応するってことだね、多分あれ出てくるんだね。はい、ということでマクドナルド限定のタグでございました。あと4種類3日間限定です、今日入れて。スターポケモンが出てくることも5回挑戦できればポケモンの出会いがするぞ。あ、聞いたことあるな。まあいいや、リザードンっぽかったけどね。お疲れ様、結果を確認しよう。はい、それではまた明日。